博物館明治村にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ただいま素晴らしい阿波踊りを披露してくださいましたのは、地元愛知県や本場徳島県でご活躍されております阿波踊り太鼓連、総勢約50名の皆さんです。ここで少し阿波踊り太鼓連のプロフィールをご紹介させていただきます。阿波踊り太鼓連は阿波踊りの凄まじい乱舞の魅力に魅せられた伊藤茂樹代表が仲間を集めて、1971年、昭和46年に結成されました。現在では定員約90名、幼児から学生、社会人と、幅広い年齢層で構成されております。毎年8月に本場徳島の阿波踊りに参加することをはじめとしまして、名古屋祭り、あと広小路祭り、それから近郊の七夕祭りなどのイベントに出演、最近では国際交流機構であるため、国際新聞の集いなどにも参加されて、日本を代表する民族芸能として世界で羽ばたいていらっしゃいます。なお今月13日の土曜日には太平洋フェリーの伊勢湾ランチクルーズへのご出演も、予定されているそうです。この明治村での公演は今年で5年目です。すっかり明治村の秋の風物詩となりました。それではこの後も引き続きこちらのステージで阿波踊りを披露していただきましょう。踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊るにゃそんそん、産地特徴、躍動感あふれる本場の阿波踊り、最後までごゆっくりお楽しみください。